ナゼルの夜会 FP84 はフランシス・プーランクが作曲したピアノのための組曲、変装曲とされる場合もある。タイトルにもある。ナゼルとはプーランクが余暇に訪れたフランスの土地のことであり、そこで何夜にもわたる夜会が催される中、ピアノに向かった作曲家が一つの主題をもとに即興で友人たちの肖像を描いていくという趣旨となっている。 作曲は1930年に開始され、1936年10月1日に、ノアゼで完成された。楽譜の冒頭には次のように記されている。この作品の中心をなす変奏曲は、長い田園地方の夜会期間中にナゼルにて即、起こされ、作曲者のピアノを囲んで集まった友人たちの、肖像をその中に描きました。この変奏集の、奏功から決定に至る、 どこかのそれぞれが、このタワー群れとその情景から夜に向かって、窓を開け放った、トゥーレーヌのサロンマイナスを思い起こさせられる、ものでありますように。曲集は、前奏曲と、フィナーレに挟まれた八つの変奏と、カデンツァから構成される。フィナーレについて、作曲者自身は、一種の自画像であると説明している。第四から六変奏を演奏しない。 短縮版での演奏も作曲者によって認められている。楽曲はナゼルの記憶の中のおばのリエナールの思い出へ捧げられている。楽譜はデュラン社より出版された。約17から23分。各曲は歌評のようになっている。ありがとうございます。